とやっぱ、ね、情報として入手しておくのもほら後々使うにも役立つわけじゃん。だから情報がやっぱりより自分向けになりますよね、うん、大学別模試っていうのは、うん、武田塾チャンネル。今回はですね、うん、割とこの質問多いんじゃないかなと思うんですけど、何ですか？模試って受けるべきなのとか、どこの模試受けたらいいのとか、はい、武田塾なりの模試の使い方みたいな、そうです ね、うん、ちょっと知りたいと思いますね、うん、これは受験生、そうそう、その辺もね、はい、しっかり話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、それでは引き続きですね、はい、あのマークと記述の話はちょっと今したんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと話に出てきた大学別模試、例えば早稲田プレイとか慶応プレイみたいな、うんうんうん、あと東大とか結構難関大学とか、あと医学部模試みたいなのもあったりするよね、はい、そういうその維新模試って通称言いますけど、うん、そういうなんか大学に特化したような模試って受けるべきなのっていう、話だし、あとはそれ意味あんのっていう、うん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 、さっきちょっと最初の方にも話したけど、はい、割とさ、はい、なんていうか、模試が点数いいからとか悪いからといって一般の本番の入試で点数取れるかとか分かんないって話をしたじゃないですか。そうですよね。そういう意味で記述模試っていうのはさ、うん、はい、そのどこの大学を模したものでもないわけじゃないですか。そうですね。一般的な全範囲を抑えたような模試ではあるけれども、はいはい、例えば東大と京大だと入試傾向は全然やっぱ違うわけだし、全然違いますね。早稲田慶応でも違うし、なんなら早稲田は学部ごとにも違うしみたいな話なわけじゃないですか。だから、はい、そこを慶応も違いますし、対策できるっていう意味ではやっぱその大学別とかで、うん、学部別でちゃんとやってくれる模試っていうのは非常に貴重かなと、うんうん、確かに、うん、国立だと大学別の模試は基本 OK なわけじゃないですか。大体入試問題ほとんど、ね、一パターンしかないところが多いんで、特にないとか上位のところだと、そうですよね、確かに、うん、だからそういう意味で、うん、その実践演習を積むっていう練習ができるっていうことで、うん、受けた方がいいかなと、うん、でもう一個の考え方としては、はい、さっきも言ったように立ち位置を確認するっていう模試の本来の役割の部分で、うんうんうん、その例えば早慶プレーとかその、はい、早稲田プレーとか受ける人っていうのは、うん、早稲田志望なわけじゃないですか基本。そうですね、早稲田は特に第一志望でおそらくしてる人たち、はい、もしかしたら第二第三志望ぐらいだと思うんだけど、うん、の中での自分の立ち位置が分かるんですか、うんうんうん、確かに判定だけじゃなくて順位も分かるよね、うん、例えばその早稲田の法学部では、はい、自分は何人中何位だ、しかも、うん、この模試受けるぐらい早稲田に行きたいっていう気があるような人たちの中でっていうのが分かるわけじゃないですか。そうですね、うんうん、だから立ち位置がよりはっきりするっていうのもあるし、うん、でさらに言うと、もし傾向がさ多少本番とは違うなと思っても、うん、でもこのぐらい取ってくるやついるんだなっていうのも分かるわけじゃないですか。そうですね、うん、ありますよね、うん、だから情報がやっぱりより自分向けになりますよね、うん、大学別模試っていうのは、うん、そういう意味で言うとやっぱ、ね、うん、情報として入手しておくのもほら後々使うにも役立つわけじゃん。過去問よりはそれは精度は低いかもしれないけど、はい、ね、また練習として後々その直前期に入ってから使い直すっていう意味でさ、うん、はい、過去問より1回増やせるっていうね、なるほど、ポイントもあるわけなんで、はい、うん、だからそういう使い方でやるのもありかなと思います、うん、だから一番の、強みはやっぱ特にそうなんですよ、うん、要はあの同じような偏差値でそのいろんな大学に出した中でも、うん、よりその学校行きたい人が集まってくる模試だっていう点が重要なんですよね、うんうん、確かに。だからその中でのやっぱ立ち位置の現状、自分はどのぐらいなのかなっていうのを把握するっていうのはすごく意味があることかなと思いますので、確かに、うん、ただまあ割とその実力は現時点に届かないけど受けていいのかなって気にしてる人もいるとは思うんですけど、うん、まあ、それはそれで、でもまあそこで届いてない届いてないって、あ、やべえな頑張んなきゃなっていう風なあの機会になるから、はい、基本受けといた方がいいかなと、そうですね、うん、思いますね、はいはい、こんな感じですかね、はいはい、じゃあ続いてですね、模試受けた後復習とかってやってる、うん、みたいな話をちょっとしていきたいと思うので、模試の復習法についてこの後続いて話していきたいと思います、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からあるやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、お、すごいですか、お、はい、
ぜひね、たけだけチャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。たけだけチャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はいはい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。